エルンシェルツビクの位置、エルンシェルツビクは、スウェーデン・オンゲルマンランド地方のベステル・ノールランド、県にある町、人口は約2万9000である。ボスニア湾の天然港であり、世界遺産となっている、クバル県群島と平和クフテンの最も北部にあたる、青銅器時代の遺跡記録が残っている。町の郊外には、ジーン・フォーンビーと呼ばれる観光人気スポットとなっている。 鉄器時代の遺跡がある。都市としての歴史は若く1842年に商業地となり1894年に都市となった。主要な産業は交益と重工業でありパルプの製造が盛んである。この地域の大学としてはミッドスウェーデン大学と梅尾大学がある。主要な道路としてヨーロピアンルート E4 がある。また、ストックホルムとの間を スカンジナビア航空の路線が毎日飛んでいる。また、ペガサス航空のチャーター便が取ることの間を結んでいる。高速の鉄道路線も建設されている。港を通して、貨物船によって材木などの輸送が行われている。山に囲まれた土地のためハイキングや、ハイコーストを歩き回ることが人気となっている。スキーとアイスホッケーが人気であり、クロスカントリースキー、アルペンスキー、 スキージャンプなどが行われている。街の近くの海岸はキャンプ地にもなっている。屋内ウォーターパークもあり、ここにはヨーロッパで最も長いウォータースライダーが設置されている。スポーツも盛んで街のアイスホッケークラブのモードホッケーは1979年と2007年に国内優勝を果たしている。あまり実績がないが、地元のサッカークラブとしてフリスカビリア FC、 エイナンドスホイフの2チームがありどもに人気である。街の中心より南にアイスホッケーのスーパースター、ピーター・ホースバーグによってゴルフコースが作られている。さらに4年に一度開催されている身体障害者による国際大会のパラリンピックの下記、冬季投資で記念すべき第1回大会が開催された場所がここでパラリンピック発祥の地とも歌われている。ピーター・ホースバーグ。 マーカス・ラズランド、ニクラス・サンドストロム、双子のダニエル・セディン、ヘンリク・セディン、サミュエル・パールソンら何人ものアイスホッケーのスーパースターがここの出身である。アイスホッケー以外では、サッカースウェーデン女子代表のキャプテンを務める、マリン・モストレムや、クロスカントリースキー、バイアスロン選手のマグダレナ・ホシュベリ、彫刻家のハンス・エドバーグ、1940年代から1950年代、 はじめに活躍した、クロスカントリースキー選手のマルタノルドバーグなど、ありがとうございます。